この動画は、関西を中心に、美味しいお店の情報をお届けするグルメ番組です。ゆっくりしていってね。いやー、東京旅行は楽しかったねー。まあ、確かに楽しかったが、最後バタバタだったな。お母さんが時間ギリギリ、土星が搭乗口を間違え、ウプ主は、なぜかチケットがあるにもかかわらず、空席がないって事態になったからね。次はもうちょっと余裕が欲しいぜ。じゃあ次の旅行では、お母さんと月と土星で、レポートをしてもらうようウプ主に提案を。アホなことを言うな。動画が成り立たなくなるわ。冗談だよ。さあ、お店に行こうか。今回は、西中島海岸、海の家、をご紹介するよ。阪急線の南方駅から徒歩1分で着く場所だ。御堂筋線の西中島南方駅からは、2分ぐらいで着くかな。どちらも近いから便利だな。ここでは美味しいお魚がいただけますよ。おお、それは楽しみだ。東京では肉ばっかりでしたからねー。それじゃあ、入りましょうか。おお、500円で海鮮丼が食べられるのか、コスパ高いなぁ。そうだね、それも気になるけど、今回はこの定食を注文しました。今回は刺身定食を注文したよ。注文してから出てくるのも早かったな。おお、結構厚みあるな。だね、新鮮なうちにいただきましょう。新鮮な刺身って感じだな。生臭さは全くない。素晴らしい。どのお魚も美味しく食べられるねー。わさび醤油につけて、白ご飯と一緒に食べると最高だ。幸せなランチタイムになるねー。ちなみに、ご飯、味噌汁を代わりできるよ。それは嬉しいな。というわけでご飯を代わりください。あ、私もお願いします。ごちそうさまー。美味しかった。お腹もいっぱいだ。あれで720円は安いですねー。ちなみに夜は夜でのメニューがあるぞ。お酒が好きな人は、夜に行ってもいいと思いますね。今回は、西中島海岸、海の家、をご紹介しました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。もし紹介したお店に行ったら、感想も教えてほしいんだぜ。では、今回はここで失礼します。ご視聴、ありがとうございました。